はい、こんにちは、116インズです。いや、月曜日の朝からとんでもない試合でしたね。マリナーズは今日昨年の世界一ブレーブスと3連戦最終戦を戦い、さよなら勝ち。シリーズ1戦目こそ落としましたが、2戦目の昨日はルーキージョージ・カービーの好投などもあってものにして、そして今日の3戦目も勝ったことでシリーズ勝ち越し。ブレーブスは今メッツと熾烈な首位争いを繰り広げている中で、非常にチームの調子もいいわけなんですが、そんなチーム相手のシリーズ勝ち越しは自信にもなる結果だったと思います。ただシリーズ勝ち越しへの道は決して楽ではなく、8回まではマリナーズ4点リードを保ち、投打噛み合ったいいゲームで終わりそうだったんですが、9回さすがブレーブスの強力打線でしたね。2アウトから2本のホームランで5点を奪い、まさかの逆転。マリナーズブルペンが9回2アウトからこれだけ失点を重ねたのは、2011年6月21日のナショナルズ戦以来、実に11年ぶりということで、まあ滅多に起きないことが起きたと。朝試合見ていて、今日は快勝、気持ちよく1週間を始められそうだと思ったら、ボカンボカンとホームランを打たれ、絶望に突き落とされましたよ。ワイルドカード争いのライバルたちが軒並み今日は負けたので、こういった勝てるゲームを落としてしまうのはもったいないなぁと少し諦め気味に最終回裏の攻撃を見ていたら、フリオ、スアレスがケンリー・ジャンセンからそれぞれ一発を放ち、さよなら勝ち。表の絶望から一転、4万5000人以上が詰めかけた T モバイルパークは歓喜の渦に変わり、私も朝からテンション上がってしまいました。今日はそんなゲームについて感想を話していこうかなと思っています。今日のゲーム8回までは投打が噛み合った本当に素晴らしい試合でした。今日の先発はマルコ・ゴンザレスでしたが、1戦目のロビー・レイがあれだけ打ち込まれたあたりからも、まあマルコは6回3失点くらいにまとめてくれれば上出来と考えていたら、4回にライリーにソロホームランを浴びただけで6回2安打1失点の好投。これ以上にないピッチングで試合を作ると、打線も今日は序盤から得点を重ねたのも良かったですよね。今季途中アストロズから移籍したジェイク・オドリッチが相手ということで、ある程度どんなピッチャーか分かっていたのも大きいでしょうが、フリオの先頭打者ホームランで幸先よく先制すると、その後もフレイジャーのタイムリーやスアレスのホームランなどで6回までに6得点、6回終わった時点で5点リード。まあいつものマリナーズブルペンなら十分すぎるリードで、8回にスワンソンがマイケル・ハリス2世にソロホームランを打たれ、さらにランナーを抱えたところでムニョスを出さざるを得なくなりましたが、後続をしっかり抑えて4点リードで最終回へ。4点リードならまあ誰が出てきてもそんなに心配はないけれども、翌日がオフであることも考えたらシーウォルドで締めてもいいんじゃないかなとは思いました。ただマリナーズが出したのはディエゴ・カスティーヨ。カスティーヨに対して信頼がないわけではないですが、ここのところ失点する場面が目立ち、またコントロールがばらつくことも多いので、3番ライリーから始まる打順で大丈夫かなと思っていたら不安定期中。なかなかストライクが取れず、先頭からいきなり2人連続で歩かせて、おいおい勘弁してくれよときっと多くのマリナーズファンも思ったことでしょうが、そこから2つのアウトをどうにか取って2アウト2、3塁。バッターは前の打席スワンソンから一発を放ったハリス。このシリーズのハリスは第1戦 T モバイルパークであまり見ない、左打者が逆方向へあんな飛距離飛ばしたのはほとんど記憶がないくらいの特大の一発を放ったりと、ブレイブスがすかさず長期契約を結んだ理由もわかるような活躍見せていましたが、 3-2 フルカウントでカスティーヨとしてはもう少しインコースに投げたかったであろう、スライダーがあまり曲がらずハリスにスリーラン。これで1点差。マリナーズのサービス監督は急いでシーボルドを投入も、代打のロザリオにヒット、さらに9番グロスマンにインローのスライダーを完全に読まれ、まさかの逆転ツーラン。カスティーヨが2アウト取った時点でマリナーズの勝利確率は 99% でしたが、あと1ストライクが取れず逆転。この3連戦結構ブレーブスファンも多いなという印象でしたが、彼らは大喜び、マリナーズファンは絶望、月曜の朝からなんてものを見てしまったんだと思いましたよ。が、攻撃陣は全く諦めていませんでした。9回表終わってベンチに戻るフリオの表情を現地のテレビ局が捉えていましたが、ショッキングな逆転を食らった後とは思えないくらい笑顔なんですよね。俺が打つから心配すんなと言わんばかりに、本人は試合後ここで自分が打たないといけないと思ったと語っていましたが、それで本当に打っちゃうんだからこの21歳はすごい。ブレイブスは抑えのジャンセンを投入しますが、スライダーが浮いたところをフリオが見逃さず、打球初速117マイルの弾丸ライナーをレフトスタンドに突き刺し、これで同点。どうにか延長タイブレイクで勝てればよいかなと思っていたら、9回2アウト、後半戦入ってからホームラン量産体制のスアレスのフライは左中間一番深いところへ。マリナーズ側の実況デイブ・シムズが祈るような声で伸びろ伸びろと願った打球はブルペンへ吸い込まれるサヨナラホームランとなり、激戦に終止符を打ちました。ジャンセンがセーブシチュエーションで2本もホームランを許したのは2013年以来だそうですが、まさかあのような形で逆転を許した直後にこんな勝ち方をするなんて本当に信じられませんよね。
両チームの勝利確率をグラフにするとこんな感じ。ベースボールサバントのデータですが、まあ9回に全てのドラマを詰め込んだような試合でした。マリナーズの勝利確率 99% まで来たところで、ハリス・グロスマンのホームランで一気にブレーブスに傾き、ジャンセンが先頭のハガティを抑えたタイミングで逆にブレーブスの勝利確率は 89% まで上がっていたんですが、再びマリナーズの波が来たと。こんな試合やっていたら私の心臓も血管もボロボロになりそうですし、まあそもそも4点リードを2アウトから吹き飛ばさないでくれよと思ったりもしましたが、ただ勝ててよかった。今のマリナーズに必要なのは過程よりも結果です。プレイオフを争うレイズ、ブルージェイズ、オリオールズが今日すべて負け、マリナーズはワイルドカード1枠目のレイズにゲーム差なし、またワイルドカード圏外で最も勝率が高いオリオールズとは、これで6ゲーム差ともなりました。マリナーズはオリオールズとの直接対決勝ち越していることから、同率でも順位上は上の扱いとなるので、シーズン残り22試合を残して徐々に余裕のあるリードとなりつつあります。今日は結果的には非常に勢いのつく勝ち方でしたので、明日はオフですが、明後日からのパドレス2連戦、さらにはそれ以降の20試合、いい野球を見せてくれたらと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。